はい、それではここからはですね、グー値感と基値感という話をしたいと思います。教科書は68ページの 3.2.1 項からです。で、ここではまず値感の積というのを考えます。で、積ですね、これはどういうものかということなんですけれども、まずこのシグマとファイをですね、値感とします。この SN の原って書いたときには、これ値感と思ってください。で、このときに、シグマとファイの積ですね、シグマ丸ファイっていうのをどういうふうに定めるかっていうと、最初にファイで移してから、それをシグマでさらに移す新しい値感ですね。そうすると新しい値感ができますから、この新しい値感をこのシグマとファイの積というふうに定めます。ですので、値感の積というのは何になりますかというと、新しい別な値感になるということですね。別じゃないかもしれません。何か値感になるということです。で、注意としましては、一般にはですね、このシグマ丸ファイとですね、ファイ丸シグマっていうのは等しいとは限らない、等しいというのは同じ値感になるとは限らないので、注意が必要です。これを数学では、かかんとは限らない、かかんという言葉を使って、このように言います。つまり逆に言うと、かかんというのは、そのシグマ丸ファイとファイ丸シグマが等しい時ですね。この時にはかかん、シグマとファイはかかんでいるという言い方をします。それからですね、次の注意なんですけれども、一つ目は、このシグマとファイのかかんの時に、シグマとファイっていうのはそれぞれ、これはオメガ、1から n までの自然数の集合からオメガへの全単者でした。ですので、この積ですね、シグマ丸ファイっていうのも全単者になってます。ですので、シグマ丸ファイも先ほど定義しました SN の元であるということに注意してください。で、それから2番目は、もう一回このシグマ丸ファイの定義を繰り返してますけれども、そのシグマ丸ファイっていうと、なんとなくシグマから左側から何かするようなイメージが皆さんあるかもしれませんけれども、実際にはこれ、ファイを、右側のファイからファイを使って数字を移してから、次に左側のシグマを使ってその数字を移すという点に注意してください。これについてはちょっと次の例題でちょっと紹介したいと思います。例題はですね、教科書の66ページにあります。その66ページ、68ページですね、すみません。問題3.1の括弧1と括弧2という値感が、シグマとファイがあるんですけれども、これに対してこの積ですね、このシグマ丸ファイっていう積の値感をこう求めてみましょう。で、シグマ丸ファイっていうのはこういう値感なんですが、注意点はですね、まず右側のファイで数字を移したものを、次に左側のシグマで数字を移すということをします。それで、ちょっとまずその1から順に見ていきましょう。右側のファイを使って1は3に移ります。それで次はこの3をですね、今度は左側のシグマで移すんですね。3は4に移ります。ですので、この積の値感では1を4に移すというふうになります。で、次に、じゃあ、2はどこに移るかっていうと、まずファイで2は4に移ります。で、次に隣のシグマで4は2に移るということで、2は2に移るってことは、2はそのままってことですね。で、3については、3はファイで5に移って、シグマで5は1に移りますから、この積では3は1に移るというふうにします。以下、4と5がどう移るかはちょっと各自で確かめてみてください。で、以上の結果をまとめますと、シグマ丸ファイ、この積の値感っていうのは、1、2、3、4、5、それぞれ4、2、1、5、3に移す値感となります。積はこのように計算しますので、まずちゃんと正しく計算できるようにしておいてください。で、ついでにこのシグマ丸ファイの巡回表示も求めてみますと、先ほど定義しましたけれども、
これは1からですね、順番にこう どの数字が移るかっていうのを見ていくわけですが、まあ、1は4に移って、4は5に移って、5は3に移って、3は1に移って戻ってきますから、まず1、4、5、3という一つのサイクルができます。であと、2は2のままで変わらないので省略できますね。そうすると、シグママルファイっていうのは、1、4、5、3っていう長さ2以上のサイクル1個で表すことができますので、シグママルファイは巡回置換であることもわかります。ここまでよろしいでしょうか。で、ここからは、その置換の積に、ごめんなさい、これなんだっけな。そうですね、置換の積 の求め方なんですけれども、あらかじめ、そのシグマやファイの巡回表示を求めてから、積を求めることもできます。例えば、シグマとファイ、こういうふうに与えられたとしましょう。で、まず最初にシグマとファイそれぞれ の巡回表示を求めてみますと、シグマの方は、1が5に移って5が1に移る、から、まあ、1、5ですね。それから、2が3に移って3が4に移って4が2に移るから2、3、4と。で、シグマはこのような巡回表示で表すことができます。一方で、ファイの方は、1が3に移って3が5に移って5が2に移って2が4に移って4が1に移りますから、1、3、5、2、4というサイクル、一つのサイクルで表される、これ、巡回置換になっていることがわかります。で、こうやってですね、まずシグマとファイの巡回表示を求めてから、そのシグマとファイの積で、各数字がどう移るかというのを調べるんですね。で、まず、1はファイで3に移りますと。で、シグマだと3から4に移りますので、最終的にこれ、1が4に移ると読めるわけですね。で次に、ファイですと、2は4に移る。で、シグマで4は2に移るということなんで、まあ、2は2に移る、すなわち動かないということがわかります。でまあ、以上のようにして、この巡回表示で、こう、各数字がどう移るかということを順番に調べていくと、最終的に、このシグマ丸ファイの場合は、1を4に移して、4を5に移して、5を3に移して、3を1に移るっていう、この巡回置換であると。いうふうに、ことがわかります。ですので、まあ、巡回表示を求めてから、この積の差像を、積のですね、置換を計算する方が簡単な場合もありますので、まあ、用途に応じて使い分けてみてください。さて、ここからですね、その置換の積に関する性質をいくつか紹介しておきます。まず、置換の積における結合率ですね。これは教科書の69ページの補題 3.2 にありますけれども、置換の積は結合率を満たすと。すなわち、これはどういうことを言ってるかっていうと、そのシグマ1とシグマ2とシグマ3をかけた置換というのは、そのかける順番によらず等しいってことを言っています。ですので、まあ、これは、左側はこのシグマ1とシグマ2を先にかけてからシグマ3をかけたんですね。で右側はシグマ2とシグマ3を先にかけてからシグマ1をかけたという形になっていますが、まあ、これ両者等しいということなので、以後ですね、置換の積にこう括弧をつける必要はなくなるということに注意しておいてください。はい、次に逆置換というのも使いますので、これを定義しておきます。このシグマに対して、その、まあ、シグマ、にかけてですね、高等置換になるような置換というのをシグマの逆置換と言います。で、じゃあそんな逆置換って存在するのかっていうと、一応ちゃんと、シグマの逆置換というのはただ一つ存在するということが分かります。で、例えばですね、その、例題として、この1、2、3、4、5っていう巡回置換の逆置換を求めなさいという例題、これはですね、例題の 3.4、教科書の69ページにありますけれども、これはどう解くかというと、1、2、3、4、5の意味っていうのは、
1を2に移す、2を3に移す、3を4に移す、4を5に移す、5を1に移すという置換でしたので、これを全部逆方向に移せばいいわけですね。すなわち、2は1に移す、3は2に移す、4は3に移す、5は4に移す、1は5に移すっていうのが、この逆置換になるわけです。で、それを表しますと、これは巡回表示で1、5、4、3、2っていうふうに表されるんですけれども、この数字の並びを変えますと、5、4、3、2、1と表すこともできます。それから、そうですね、この掛け算と、置換の積ですね、シグマとファイの積の逆置換は、ファイの逆置換とシグマの逆置換の積であることを示しなさいっていうんですけれども、これは実際に置換の結合法則を使って実際に掛け算をしていきますと、この中から掛け算していって、最終的には高等置換に戻るということが分かりますので、逆置換はこう表せるということにも確認しておいてください。